10月12日、松山市東ハブの空港第4公園テニスコートで、松山市中学校新人体育大会テニス競技団体戦が行われました。この日は男子2校、女子2校が出場。熱戦を繰り広げた結果、男子は小野中学校、女子は県立西中等教育学校が勝利しました。今回優勝できてとても嬉しいです。みんなでみんなの練習の成果が出てこの優勝だと思うので、次からも頑張ります。県新人でも次の総体でもしっかり頑張って優勝できるように頑張りたいです。県新人でも頑張るぞ。自分たちの全力を尽くして全勝することができたので良かったです。県新人でも1位が取れるように、これからの部活動などの練習を精一杯頑張っていきたいです。県新人でも頑張るぞ。11月の県新人大会でも選手たちの輝く姿が見られそうです。